何これ、すごい。いや、何かの見間違いに決まっています。ほら、もう一度見たら、いつものマインクラフトが。あ、すみません。あまりの絶景に見とれてしまいました。それにしても、すごいですね。普通のマインクラフトでは、こんな地形、絶対にお目にかかれません。ほら、ウォーターシェーダーの効果も相まって、地形がより一層綺麗に見えますね。近くで見ると、本物の水のようですね。水面にうっすらと私の姿が反射しています。ふふふ。それにしても大きなアーチですね。これを見ただけでもこの世界に出会えてよかったと思います。あ、アーチの下が影になっているせいでスケルトンさんが湧いてしまっていますね。今は戦う用意がないので、気づかれないように気をつけないと。まずは、そこにある木を掘りましょうか。どのマインクラフターも、この作業から生活が始まります。赤ん坊が生まれた時、おぎゃーっと、泣き声を上げるように、マインクラフターは生まれたら、真っ先に木を掘り始めるのです。クラフターにとって、木材は生活の必需品です。時によっては、食事や睡眠をとることよりも重要なのです。木材を集めたら、今度は、この、クラフティングテーブルを作ります。これは、いろんなアイテムを作る時に必要なブロックで、これも、クラフターにとっては必需品です。木の斧を作りました。これを使えば、火を掘るスピードが速くなります。ヒコリモッドが入っているので、根元の木を切れば、上の木も壊れてくれます。さあ、パパッと木材を集めてしまいましょう。またお前か、またお前か。やめて、美しい砂浜を爆破しないで。なんで2匹も来るんですか。冗談じゃないです。せめて武器を装備させてください。ウッドソードでいいですから。またこれですか。もう嫌になっちゃいますよ。そろそろ倒せると思ったから前に出たんですけどね。決着を急いだ結果がこれですよ。さてと、この辺りだったかな。ずっと右上に表示されているこの地図は、レイズミニマップというモッドです。
大きな地図を表示することもできて、自分の現在位置と周りの環境を知ることができます。さらに、こうやって目印をつけることもできます。ほら、こんな感じに。印の右には、自分と目印の距離を表示しています。と、そろそろ別の場所も見たいですよね。焦らなくても大丈夫ですよ。船を作って、クラフティングテーブルもちゃんと回収しておきます。さあ、冒険の旅に出発です。前方の海上に、すごい大きな木が見えてきました。あの木は、なんという木なんでしょう。あっと、斧がすっぽ抜けてしまいました。ああ、拾うのめんどくさい。この木、何の木？と言ったら、この木何の木、気になる木、名前。はい、ありがとうございました。この辺りは、ハスの葉が邪魔で船が通れなさそうですね。うふ、月が綺麗ですね。月明かりがいい雰囲気を醸し出してくれています。夕日をバックにするのもいい感じですね。あ、そうだ。この辺りに家を建てましょう。うふふ、ツリーハウスって素敵ですよね。木の上で生活なんて憧れてしまいます。陸地が少ないおかげでモンスターも湧いていませんし、安全に家を建てることができそうです。この木にしましょうか。はしごを作って木に登りましょう。クラフティングテーブルを置いて木の棒を6つ置きます。これではしごが完成ですね。さあ、はしごをかけていきましょうか。結構大変ですね。こういうことは男の人にやらせるべきだと思います。大工さん、私と一緒に。あスポーンポイントの目印ずれてましたね。まあ、いいや。前方に見えるあの赤い文字は、私が足首をくじいた場所を示しています。足首ポイントとでも呼びましょうか。設定で見えなくすることもできますが、この動画では足首ポイントは消さないで残しておきます。つまり、死んだ分だけ、地図に足首ポイントが残るということです。地図が足首ポイントだらけにならないように頑張ります。よー！足首をくじきました！ああ、家の下に墓標が残ってしまいました。アイテムは回収できませんし、木材も集め直しですね。作業中に拾わないようにこのアイテムたちは水の中に捨てておきます。はしごは上までかけ終わっていましたっけ。まあ、とにかく木材を集めないと家が建てられませんね。朝になるまでに家を作りたかったんですけど、朝に縫ってしまいましたね。あれ？ゾンビさん。火が出ているのに、なんで燃えてないんですか？あ、そうか。水の中だと、日の光を受けても平気なんですね。ちょっと。またお前か。あっち行ってくださいよ。こうなったら。戦いながら剣を作るしかありません。こんなことするのは初めてですけど、相手が、水の中にいるから、きっと間に合うはずです。
ふう、早く家を作りたいのに、なんでこんなことしなきゃいけないんですか。こんなことになったのも、みんな匠のせいです。どこのゾンビも、アンデッドならアンデッドらしく、日光を浴びたら、浄化されてくださいよ。よし、一匹仕留めた。そっちもとどめです。ふう。では、もっと木材を集めて、家を建てる作業に戻りましょうか。なんだあれ、しょぼい。また見てね。